一宮町は山梨県中部に存在した町である。2004年10月12日に一宮町を含む周辺6町村と合併して笛吹き市となり消滅した。町域には縄文時代からの遺跡が分布しているが、旧勝沼町域に係る釈迦堂遺跡群は縄文中期の大規模集落で100体以上の土偶が出土していることで知られる。古代海の国における 政治的中心地である八大軍に属する。海の国府は、前期には、現在の笛吹市春ス町国府に所在し、後に、笛吹市三坂町国がに移転されたとする二点説があるが、両者の間に一時的に、市宮町域に置かれたとする三点説もある。また、町域には、海国文字跡や、海国ブアマデラ跡がある。古代には、 東海道横賀駅から分岐し、川口湖畔、三坂峠を経て、海の国府に至る海事が整備され、演技式に記載される、海事の三駅の一つである、水市駅の所在地は、町域の市の倉付近に否定する説がある。上岸六年の富士山の上岸大噴火に際しては、山梨郡と八代郡にそれぞれ、浅間神社が創建されているが、町域にある、 浅間神社はいずれかに相当すると考えられている。浅間神社は、中世に、海区に一宮として守護武田氏からの秘語を受けている。古代海の国では、在朝官人の西草氏の勢力が強く、南の路に鎮座する海那神社は、西草氏が丹波から誕生した優緒を持つ。中世には長域へ向かい、源氏の一族が進出する。室町時代、戦国時代には守護。 武田信政の創建した、高岩尾院や、武田信玄、勝頼の庇護を受けた、次元寺が裏木に創建されている。栄正16年6月には、開始後、武田信虎が本郷を、川田館から、筒寺ヶ崎館へ移転し家診断収繕を起とすると、翌栄正17年5月には、栗原氏、今井氏、大石高海国人が甲府を退去して、信虎に抵抗した。信虎は、 同年6月に戸塚において国人衆を撃破し侵入させた。江戸時代には28家村があり、八代軍大井沢筋に属する。法令7年に甲府藩から分離されて成立した甲府神殿藩には、朝域の一部が属している。海の国は、教皇9年に幕府直轄領化され、伊沢大官支配となる。 延京3年に五三郷田安す寮が設置された際には15家村が編入されている。完成4年には田安す寮において新マスによる年貢徴収に対して国中三軍の54四家村が抗議したふとマス騒動が発生し、金田村の百姓十江門は首謀者の一人となる。騒動の鎮圧後には農民協計のため完成期には 新学者の志村天目が農民協計を行った。また、文政5年には、伊沢大官山本大前が支援して、小木村に、教学、遊学館が開設された。遊学館からは、国学者の元織のり長の門人となった、小屋直明や古屋八丈らを輩出した。天保、海域には、和さが交流し、和参家の岩間眞子兵衛を輩出する。近世には、 米麦栽培とこの頃に普及していた養蚕やタバコ栽培が主な生業であった。また、江戸後期には国部村を中心に東軍一帯に勢力を及ぼすタバクと国部山蔵が出現した。昭和初期の養蚕不況を契機に果樹栽培へと転換し、昭和初年には浦木の加藤茂春が岡山県から果樹の有料品種を導入する。現在では、 桃の産地として知られる、京塚興奮、ありがとうございます。